皆さん信号待ちとかで、ね、こう止まってね、こう空ぶかしとかしますかね。昔のキャブ車とかだとね、ついなんかこうやっちゃうんですよね。でこうね、まあ、仲間内でお話しするじゃないですか。あれなんでバイクだとこうね空ぶかししちゃうんだろうねっていう話をね。で車だったらしないよね。確かにしない。まあもう最近オートマなんで、オートマでだと空ぶかしなんてありえないですよね。マニュアルでもね、まあ、軽トラとか乗っててね、空ぶかしってしないな。ブレーキやっぱり踏んでるんでね、止まってる時はあんま空ぶかしってもうね、右足離さないといけないですからね。でまあ、昔スバルじゃないですね、ホンダのライフ360、ね、最近出てたライフじゃなくて昔の、N360 のちょっと後に出た、ライフ360ね、あれ乗ってたことあるんですよ。まあ、でも空ぶかししてたかな、まあ、サイド引きながらねあるんですけど、やっぱキャブだからですかね、はい、そう。あ、それで私知らなかったんですけど、レクサス、ね、知り合いの人が乗ってるものになってるんですけど、なんか、ニュートラルで空ぶかしをしようとしたら1回目ブッと踏むとワンって吹けるんだけど、次吹くとアクセル踏んでもう吹けないらしいんですよ。で、おかしいでね、電話して俺空ぶかししても吹けないんだけど、あ、サービスのものと変わりますから、サービスの人にね来たら、あ、お客様、空ぶかしという行為はっていう話で、吹けないようになってますって。すごいですね、今のモーター車っていうのはね、空ぶかしができない。ほらね、いや調子見るのについこうね、ちょっとやりたい、そう見る必要ないんですよね。すごいですね、はい、最近のオートバイで、まあ、アイドリングで止まるとかね、ないじゃないですか。当たり前ですよね。エンジン、ね、昔の、まあ、車もそうだったと思うんですけど、エンジン切っちゃうとね、かからない、すぐかからなかったりする時があるんですよ。昔のって。今のってアイドリングストップしてすぐかかるじゃないですか。それが当たり前なんですけど、昔のって変にエンジン切っちゃうと再始動できないっていうね、ことがありましたよね、昔のはね。なかったですよね。バイクとかもね、下手にエンジン切っちゃうとね。だからエンジン切るなんてありえなかったんですけどね、時代は変わりましたね。いい時代になりました。はい、こんな感じでですね、これはね、スズキの GF250 ですよ。なんかオーバーフローしてて、しかもですね、3番ですか、3番シリーダーにガソリンまた行っちゃってて、でね、セル回らないんですよ、シリンダーの中にガソリン入っちゃってると、なんかこう要は圧縮できないんですよね、液体が入ってるんで、その中にね充満してるんで。それで、まあ、プラグ外して、全部吹き飛ばしてね、抜いて、それでまたで、不思議なことに、大体そうなると、クランクケースの方にまでガソリン行っちゃうんですけど、行ってないですね。全然オイルの量変わんないんで。いいのか悪いの。一回ガソリンなんか行って、ちょっと回っちゃうと、綺麗になっちゃうんですよね。実は。中が。すごい綺麗になるんですけど、まあ、それは起きてない。よかった。よかったんでしょうね。はい。それでまたかかるようにはね、すぐなったんですけど、でエンブレムね、剥がしたんですよ。エンブレム剥がして、ちょっとね、こう、叩いて伸ばして。あとこれまた貼る、後ろにね、うん。なかなかね、貴重みたいなんで、なんかね、ネットオークションとかで見ると高いんですよね、出てると。なんで、叩いて、伸ばしました。引っ張っても伸びなかったんで、ね、うん、もう、いや、叩いて伸ばしてました。そんな感じですね、なぜ空ぶかしするのか、特にオートバイしない、最近はしないんですかね、まあ、スクーターはやないですよね、走っちゃいますからね。そうなると最近のインジェクションのオートバイ乗ってる方はそんな空ぶかしなんていう行為はされないかもしれない、乗ってついねやっちゃうんですけどね。
昔の人間っていうことでしょうか。はい、皆さんは空ぼかししますか。バン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 なんて走ってるのいますけど、あのなんか夜になるとね、まあ、そういうのはまた話は別かと思うんですけど、そういう方はね、はい、あれは走りながらですからね、信号待ちとかでね、止まってる時にっていうね、あれですから、ちょっと違うのかなと思うんですが、はい、こんなところでまた失礼します。